アンフレンデットは2014年にアメリカ合衆国で制作されたホラー映画である。監督はレバン・ガブリアーゼ。主演はシェリー・ヘニッヒが務めた。キャッチコピーはあなたも SNS で知われる。検索したら呪われる。あなたの SNS に彼女が現れたら必ず死ぬ。自殺した友達に SNS で呪われる。カリフォルニア州フレズノ。 地元の高校に通うローラ・バーンズは、泥酔して脱粉する様子を撮影された上に、それを YouTube にアップロードされた。ひどいいじめを苦にしたローラは、公の場で拳銃自殺をし、その様子をライブリークで中継した。それから一年後、ローラの親友だったブレアはスカイプで、彼氏のミッチと話をしていた。二人は、プロムの夜に、初めてセックスをすることで合意した。 ロマンティックな雰囲気になったところに、3人のクラスメートが会話に乱入してきた。5人が楽しく会話していると、ビリー227という未承認ユーザーが会話に加わっていることに気がついた。5人はそのユーザーを追い出そうとしたが、どうやってもできなかったため、クラスメートの誰かの悪ふざけだろうと考えてそのまま放置した。バルをチャットに招待した後、ジェスのフェイスブックに、 パーティーの席上でランチキ騒ぎに狂じているバルの写真が投稿された。身に覚えがないジェイスはその写真をすぐさま削除したが、今度は同じ写真がアダムのアカウントで投稿された。その後、ビリー227はローラ・バーンズが自分の苦しみを訴える動画を投稿した。それはまるでアマンダ・トットの告発メッセージのようであった。 悪質な嫌がらせに憤慨したバルは警察に通報し、スカイプを切断した。一方、ブレアのアカウントにも謎のリンクが送りつけられてきた。ブレアがそのリンク先を尋ねると、バルがローラには死んでもらいたいとネット上に書き込みした証拠があった。ブレアが困惑していると、突如としてバルがスカイプに再接続してきた。そこに映っていたのは、 微動だにせずに一点を見つめるバルと漂白剤のボトル、割れた鏡であった。ブレアがバルに電話をかけるも、彼女のそばにある携帯電話が反応しているのが、スカイプに映っているにもかかわらず、全く動かないバルに5人が困惑していると、突如バルを映していた映像が床に向くと同時に、悲鳴が上がる。直後に、彼女の自宅に駆けつけた警官と床に倒れているバルが、映り込む。 警官は彼女が漂白剤を飲んで自殺したと本部に報告する。ケンはビリー227をグループから削除するためにアンチウイルスソフトを用いて排除を試み成功したかに思われたがアダムが警察に通報を試みるとその電話に出た人物はビリー227と思われる人物であり、さらにビリー227はケンの実質の映像を スカイプ上で流し始めた。実質を映している撮影箇所を、ケンは探すがそれを見つけた直後に、スカイプは何者かの力で切断される。復旧したスカイプに映っていたのはケンがミキサーの中に手を突っ込みながら絶叫し、最後はミキサーの歯では自分の喉をついて死んでいく映像であった。生き残った4人はビリー227がローラの音量で、 自らのいじめの引き金となった人物に復讐しようとしているのだと確信したが、超自然的な力の前にはなす術もなかった。恐怖に震える4人に対し、ビリー227は10本の指ゲームに参加することを命じてきた。そのゲームの中で4人が抱えていた秘密が次々と暴かれていくことになった。 そのタイトルはオフラインとなっていた。ガブリアーゼはいじめをテーマにした作品に興味を惹かれ、現代のいじめの性質は私の子供の頃のそれから変わってしまいました。インターネットがあるためにいじめっ子たちは放課後も被害者をいじめ続けることが可能になったのです、と述べている。本作は16日間で制作された。最初の3日間でキャスティングが行われ、残り6日間は 半日を費やして主要撮影が行われた。その後の数日間で追加撮影とポストプロダクション作業が行われたのである。本作の撮影では長回しの手法が多用され約10分間のロングカットで撮影されていった。シェリー・ヘニッヒは長回しの撮影は気力と体力の面で辛いものがあったと回想している。試行錯誤が続いた現場ではヘニッヒの 全編ノーカットで撮影してはどうかという提案が実行に移されたこともあった。本作のエンディングシーンはその際に撮影されたものが使われている。オフラインというタイトルに対してあまりにもありふれた語句の上、それでは本作がどんな物語なのかわからないという意見がスタッフから複数出たことを受け、本作のタイトルはサイバーナチュラルに変更されることになった。しかし、 劇場公開時に本作のタイトルがアンフレンデッドに再変更された。2014年7月、本作のティーザートレーラーが公開された。同月20日、本作はファンタジア映画祭でプレミア上映を迎えた。2015年1月12日、本作の予告編第1弾が公開された。2月6日、バインや YouTube 上の有名人が 一堂に会したプレイリストライブにおいて本作が特別に上映された。13日、本作の広告活動の一環としてキックメッセンジャー上でローラ・バーンズと会話できるイベントが始まった。2015年3月13日、本作はサウスバイ・サウスウエストで上映された。アフターパーティーを主催したブラムハウス・プロダクションズは会場で本作の特別カードを配布し、 本作をテーマにしたプリクラを撮影できるブースを設置した。その後、ローラ・バーンズのフェイスブックアカウント及びスカイプアカウント、ツイッターアカウントが開設された。本作は、モールコップラスベガスも俺が守る。と、ディズニー・ネイチャーサルの王国とその起きてと同じ週に公開され、1200万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを上回るものであった。 2015年4月17日、本作は全米2739巻で封切られ、公開初週末2584万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場3位となった。本作は、その斬新な演出のために、賛否が大きく分かれることとなった。映画批評集積サイトのロッテントマトズには159件の、 レビューがあり、批評家支持率は62%、平均点は10点満点で6点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、アンフレンレッドは、ファウンドフッテージで撮影されたホラー映画の提携を破り、その技巧によって、ティーンエージャーの殺人犯を題材にした映画というジャンルに本当に恐ろしい一作を付け加えた、となっている。また、 メトクリティックには30件のレビューがあり、過重平均値は59、100となっている。なお、本作のシネマスコアは C となっている。2015年4月、ユニバーサルピクチャーズは、本作の続編の企画に合インを出したとの報道があった。2017年10月、アンフレンデッド、ゲーム、ナイトというワーキングタイトルの下、続編の撮影が始まったと報じられた。 2018年3月9日、続編の正式なタイトルが、アンフレンデッド・ダークウェブに決まった。ありがとうございます。